眉毛をこうつなげたり、ひげをちょこちょこ描いたり、ナルトみたいにこうぐるぐるっとほっぺたに描いたりっていうのは、ちょっと僕が保護者の目線で見た時に許せないと判断したんで。静岡朝日テレビの取材に答えるのは、県内で複数の小規模保育施設を運営する事業所の代表です。この事業所が運営する沼津市の保育施設で、去年5月から10月にかけて不適切な保育が行われていたことが、先週土曜日に明らかになりました。市や代表が明らかにした保育士らの不適切な行為は次のようなものです。1歳児の頬を引っ張る、水性ペンで顔に落書き、その様子を写真に撮り職員間で共有などです。今月20日に施設の職員と保育士から市に対して内部通報があり発覚しました。不適切な行為をしたのはいずれも女性で、50代の施設長、40代の保育士、50代のパートの調理師の3人だということです。事業所の代表によりますと、施設長らは次のように話しているということです。手に書いてって言われたのをきっかけに、片方のもう一つの手の方にも書いてくれ、でその次に顔にも書いてくれとエスカレートしていって書いてしまったと。子供が喜んでいたのでついやってしまった。施設は昨日までに保護者説明会を2回実施、経緯などを説明した上で、該当の職員3人が保護者に直接謝罪しました。保護者からは、それは不適切保育に当たるのかと、そういうのはうちでもあるので該当しないんじゃないかと、そこまで、問題にするようなことではないのではないかと、そういう意見が多数を占めていました。ただ不適切な対応を取られた1歳児3人の保護者のうち1人は、おかしいなどと納得していなかったといいます。職員3人は現在自宅待機中で、処分を検討しているということです。今回の事案を受け、沼津市は明日と明後日、施設への特別監査を行う方針です。